二人ここで初めて会ったのが二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった、僕の最初のスイートガーレン。たいもないささやかな記念日、暦にそっと記してた。今日何の日だけって尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える。笑顔歯がゆい、そんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわない。それでもこんなに好きなのに、すれ違いの数が多すぎて。心の通わぬやりとりばかり、これ以上繰り返すよりも、あなたの心が答え出すまで、このまま二人会わない方が。それが明日でも5年先でも、いつでもここで会ってるから、約束しようよ。そして二人心に赤い糸をしっかり結んで。